わたる。猿も手から落ちることもある。得意分野でもたまには失敗することもあるでしょう。そんな時には無責任、考えないのが必勝法さ。たまには良いことあるのさと開き直るのが肝心なのでしょう。何でもかんでもやりましょう。パート1をやりましょう。実は皆さん無責任。